病になるとユリが湯へ運んでくれた。風のふりをして紐すがら湯に浸かったこともあったな。
ユリは見抜いていたはずだが、咎めはしなかった。一番手は誰だ？ありがとうございます。もう安全だ。どうぞお受け取りください。Look at that.
さあどうぞ見ていってくださいよ。これほどの品はありません。お目が効きますね。役に立ちますよ。お役に立ててください。これほどの品はありません。さあどうぞ。お役に立ててください。お目が効きますね。
素晴らしい品です。礼を言う。ここで良い知らせをお待ちしてますね。ご遠慮なくご覧ください。役立つはずです。どうかそれで勝利を。主のご無事をお祈りしています。お体の傷も減りましょう。ああ、素材を十分にお持ちでないようですね。あなた様のお役に立ててよかった。鎧を仕立て直しましょうか。
旗をお持ちでしょうか。無本物の槍川家が猛虎と戦っているという噂があります。奴らは心変わりしたという声も聞きますが、はてさて。槍川の民は志村殿に加勢したぞ。あの町も大勢の死者を出した。さようでございますね。過去は忘れられずとも、今我らが見るべきはこの先のことでしょう。その昔槍川の戦士は英雄であった。無本物が全て死んだ今、恥をすすぐ機会を得たのだ。あなた様のご助力ありがたく存じます。Yep.